ウクライナはクピャンスクでロシアの侵攻攻撃を撃退し、同市を完全に制圧した。ウクライナ軍参謀本部は、ウクライナ軍がハリコフ州クピャンスク市へのロシアの侵入の試みを撃退することに成功したと発表した。同省報道官は、この方向へのロシアの攻撃はすべて撃退に成功した。ロシア軍はクピャンスクに入ることができなかった。この都市はウクライナ軍の管理下にあると語った。この声明は、地域監視ウェブサイトのディープステートが11月13日夜、装甲車両や戦車を含むロシア軍部隊数部隊がクピャンスクに入ったが、すぐに大きな損失を被ったと発表した後に発表された。クピャンスクはハリコフ州東部の重要な鉄道と物流の中心地です。複数の高速道路と5つの鉄道路線が通っており、この町は一時ロシア軍に制圧されましたが、2022年秋にウクライナの反撃が成功して奪還されました。コバレフ氏によると、ロシア軍は現地時間11月13日午後2時30分頃、4波に分けて攻撃し、同地域のウクライナ軍の防御網を突破しようとした。彼らは戦車や装甲戦闘車両を含む15台の車両を使用した。同報道官は、ロシア軍がウクライナ軍の軍服を着用しており、これは国際戦時規則に違反していると述べた。同氏は、ウクライナ国防軍がロシアのすべての装甲車両と人的資源の重要な部分を破壊したと付け加えた。ロシア軍は9月初旬にクピャンスク近郊での活動を強化しており、現在は北東部のシー郊外の工業地帯からわずか 2、3 キロの距離にある。モスクワ軍は冬が来る前に市を二分するオスキル川に到達するための最後の進撃の足がかりを見つけようとしている。ボロディミル・ゼレンスキー大統領は夜の演説で前線を守る兵士たちに感謝の意を表し、特にクピャンスク方面への攻撃を拡大するロシアの努力について語った。私たちのすべての部隊の回復力に感謝していますと彼は言いました。ロシア軍部隊がまだ町に入っていないとしても市への頻繁な砲撃が困難を引き起こし、市の東岸でガス、水道、電気が遮断されている。この都市を占領すればロシアのベルゴロド州からの南北の補給ルートが拡大し、ドンバス地域全体を占領する取り組みが強化されるだろう。一方、ウクライナ軍参謀本部戦略通信センターは、イリンカ村がロシア軍に占領されたという情報は誤りであると述べた。以前、ディープステートは地図を更新し、ウクライナ東部でロシア軍が新たに前進に成功し、ロシア軍がイリンカを占領し、クピャンスクに入ったと報告した。戦略目標での一連の強力な爆発が地域を震撼させた。オデッサでは1時間に少なくとも6件の爆発が発生したが、これはおそらくロシアのゲラン無人機による港湾地域の戦略目標への攻撃が原因と考えられる。オデッサにあるウクライナの戦略施設に対する無人機攻撃の後、大きな煙の雲が立ち上った。オデッサにあるウクライナの戦略施設に対する無人機攻撃の後、大きな煙の雲が立ち上った。軍事記者ユーリー・コテノク氏によると、ロシアのゲラン無人航空機 UAV がウクライナ軍の多くの重要な戦略目標を攻撃し、港のインフラを混乱させた。オデッサは依然としてウクライナの物流と輸出活動の主要拠点であるため、このロシアの軍事活動はキエフにとって懸念を引き起こしている。オデッサ港への大規模な攻撃は輸出貨物や商品の大量配送に使用される
ウクライナの輸送ルートに広範囲に影響を与える可能性がある。攻撃の結果として記録された強力な爆発は、インフラに損害を与える可能性があり、長期的には港湾の運営に影響を与える可能性があります。オデッサへの一連の攻撃は、物流施設や重要なインフラの破壊を目的として、UAV を使用してゼラニウムを攻撃するという現在進行中の戦術であることを示している。死傷者や被害の程度に関する公式情報はまだ提供されていないが、地元当局は港湾地域への攻撃の影響により、商品の輸送と輸出の主要拠点としてのオデッサの運営が著しく複雑になる可能性があると指摘している。ロシア側はこの攻撃に関してまだコメントを出していない。国の経済とサプライチェーンを支える上で重要な役割を果たしているオデッサ港湾地域が攻撃の標的となったのはこれが初めてではない。2024年7月にもロシアはオデッサに20機の無人航空機と5発のミサイルを発射し、キエフ軍の地域の戦略インフラに重大な損害を与えた。ウクライナは新たな勝ち点10を計画し、勝利を目指す。ウクライナはロシアとの戦争での勝利に向けて国を強化することを目的として10項目の国内復興計画を発表する予定だ。ゼレンスキー氏は11月14日、ウクライナ国内の復興計画には10項目が含まれると発表し、来週発表される予定だ。来週合計10の論点が提出され、各論点についてウクライナの市民社会、合理的なアイデアを提供する準備ができているすべての人々、ビジネスとともにウクライナと私たちの回復力のための基本的な文書を準備する、具体的かつ段階的な付録ですと彼は語った。ゼレンスキー氏はこの計画は勝利という言葉を正当に主張できるようウクライナ国内の勝利能力を活用することに焦点を当てていると説明した。私たち一人一人、ウクライナ人一人一人、何百万人もの人々がウクライナとその目標のために働き、戦う人々のためだけの方法でこの戦争を終わらせることを夢見ていると彼は宣言した。ゼレンスキー氏は国内復興計画の安全条項が11月14日に全国規模、あらゆる地域、町村での対策を含めて議論されたと指摘した。これが基本です。誰もが必要とする安全な空間です。内務省とウクライナ治安局はいくつかの良い解決策を考え出しました。私たちは間違いなく全てを実行します。エネルギーに関連する問題は解決しました。全ての準備が整っています。兵器だけでなく、ウクライナとその同盟国の間の生産や協力も含めて詳細に述べた、とゼレンスキー氏は付け加えた。10月末、ゼレンスキー氏は国家安全保障国防会議に対し、前線、軍産複合体、経済、財政、地域開発、その他の戦略分野におけるウクライナ国内の能力を強化する計画を作成するよう指示した。政府の最新計画は国内解決に焦点を当てており、西側同盟国が支援できることに重点を置いたキエフの以前の勝利計画に変わるものではない。ロシアの軍事的進歩と不確実性が高まる西側諸国の支援に直面して、ゼレンスキー氏は以前、ウクライナとその同盟国に対し2025年までに敵対行為を終わらせることを目標とする5段階の勝利計画を提案していた。しかし、西側諸国はロシアとの緊張激化への懸念から、計画のいくつかの点について依然として躊躇している。ロシアとウクライナの和平交渉における最優先課題。ウクライナの緊張がますます高まる中、安全保障問題がロシアとウクライナ間の和平合意における決定的な要素として浮上している。
ウクライナは安全確保に断固として取り組む。キエフにとっては、ロシアが支配する領土で譲歩することよりも、将来の攻撃を防ぐための安全保障を達成することが第一の目標である。キエフは、たとえドナルド・トランプ次期大統領の要請で交渉スケジュールが早まる可能性があるとしても、和平合意に達するために、いかなる領土も放棄するつもりはないと宣言した。ウクライナの高官らは、長期的な安定の主な要因は、単に領土境界線ではなく、確固たる安全保障への取り組みであると強調した。ウクライナ議会国防情報委員会のロマン・コステンコ委員長は、ウクライナにとって安全の保障よりも重要なものはないと断言した。キエフは1991年以来、独立した国境に従って全ての領土を保護するという立場を強調し続けており、現在ロシアの管理下にある領土の主張を正式に放棄していない。ウクライナはロシアによる将来の安全保障上の脅威を防ぐため、NATO に支援を求める努力をしてきた。しかし、キエフは NATO に正式に加盟しており、まだ具体的な進展は見られない。これに応じて、ウクライナ当局は新たな紛争が発生した場合の素早い反撃を目指し、西側諸国から提供される武器や軍事装備の備蓄を増やすことに注力している。ロシアからの圧力と停戦交渉の要請。ロシアは、ウクライナの NATO 加盟は受け入れられないと繰り返し宣言し、停戦が破られると主張している。ロシア政府はまた和平交渉の重要な条件と考え、支配地域を守ると強調した。来春には停戦合意が成立する可能性があるが、特にロシアがウクライナとの国境付近での軍事プレゼンスを強化しているため、交渉は依然として多くの困難に直面している。紛争は続いているが、和平達成のための領土譲歩の解決を支持するウクライナ人の割合は増加している。キエフ国際社会学研究所が10月に実施した調査では、ウクライナ人の 32% が利権協定を支持しており、前年は 19% であった。ロシアからの圧力を受けて、ボロディミル・ゼレンスキー大統領は立場を調整し、中国の仲介役割を歓迎し、将来の交渉へのロシアの参加の可能性に道を開いた。しかし、ウクライナ高官らはロシアが領土支配を拡大し続ける中、有利な平和的解決を確保するのは大きな課題になると懸念している。現在の状況では、ウクライナにとって持続可能な和平合意を達成するには、領土問題のみに焦点を当てるのではなく、安全保障に対する確固たるコミットメントが必要である。アナリストらは、安全保障上の要素と国益が完全に満たされなければ、ウクライナ紛争は長引く可能性があると述べている。不確実な見通しを考慮すると、キエフの力による平和政策は、今後の交渉でウクライナの立場を改善するための最も効果的な戦略となるかもしれない。